ある日のキャンピングカー車中泊での様子です。はい、お疲れちー。あんちゃんがご飯食べている間にとりあえず乾杯。お腹いっぱいになったらゴロゴロしてる。いつもルイスダメダメって。今日は道の駅湘南に泊まります。あんちゃんお腹いっぱいになったの？一休みしたら夜んぽ行こうね。明日は大晦日、初日の出を見に行く予定です。その前の日からどうしても出かけたいとパパさんが言うので、近くの道の駅でお泊まりです。ここ眠るよこれは。あんちゃんはキャンピングカーの中でおしっこしてくれないんです。土砂降りの日とかはキャンピングカーの中でしてほしいんだけどな。お散歩から帰ってきたら土間で足をふくふくします。クロドリーブスは土間があるので汚れたり濡れたりした時には便利です。後ろエントランス側に収納が充実しているのも使い勝手がいいです。孫ちゃんたちとお出かけする時などは靴がいっぱいになっちゃうから土間なら靴を置くこともできます。スーパーやホームセンターで買ったものをポンポン置くにも便利なスペースです。常設ベッドはないけど土間はあってよかった。あんちゃんお尻にうんこついちゃったみたい。あんちゃんのご飯とお散歩が終わったので今度は私たちがお風呂とご飯に行ってきます。お風呂に行くときはあらかじめパジャマに着替えていくことが多いかな。あんちゃん、いい子にお留守番しててね。キャンピングカーは冬は FF ヒーター、夏はエアコンがあるからワンちゃんがお留守番でも安心。道の駅から道路を渡ってすぐにお風呂屋さんがあります。手賀沼のほとりにある満天の湯、源泉かけ流し、10種類のお風呂、岩盤浴などがあります。何にしよう。お腹空いてるので先にご飯にします。中国四国フェアやってました。つまみとビールセット。パパさんの幸せな時間。嬉しそう。パパさんはラーメンとカキフライ。私はサーモンイクラ丼。いいお風呂でした。あんちゃんいい子にしてたかな。ご褒美に手作りおやつ。あんちゃんの好きな骨。バリバリ食べてました。あれ？また眠くなっちゃったね。赤ちゃんみたいでかわいい。エンジェル。そろそろお布団敷きますか。あんちゃんはちょっとバンクベッドに行っててね。テーブルを外して一
下に収納します。本来なら背もたれのクッションを外して埋め込むのですが、うちはニトリのマットレスを改造したものを使ってます。 YouTuber さんの真似っこしました。この方が楽ちん。そしてバンクベッドに合った敷布団を敷きます。バンクベッドは両脇の板を下ろして真ん中を引き出します。この体勢だと引き出しづらい。マットを入れたら完成。折りたたんでいた敷布団を広げておしまいです。あんちゃんはバンクベッドがお気に入りです。高いところ好きだもんね。寝るときはカーテンを閉めて寝ます。こんな感じ。あんちゃんは降りようとしたことは一度もないです。今日はパパさんがダイネット、私とあんちゃんがバンクベッドで寝ます。その日の気分で交代してます。そろそろ寝ますか。12月31日大晦日です。初日の出を見に千葉県の犬吠埼へ向かいます。あんちゃんキャンピングカーの中でも元気いっぱい。関東最東端の犬吠埼は山頂離島を除き日本で一番早く初日の出を見ることができる場所です。去年は犬吠埼の灯台のところから見たので今年は海岸から見たいと思います。あらかじめ何箇所か候補をチェックしておいたので良さそうなところを探します。灯台近くの海岸はだいぶ車が止まっていました。ここも悪くはないけど、もっといいところないかな。他行っていいところなくて戻ってきて駐車できない可能性もあるよね。海岸線を走っていたら良さそうなところを発見。ここ仮設トイレもあるよ。まだほとんど車がないし場所選び放題。ここにしよう。景色も最高です。ここから初日の出が見られるなんて楽しみ。早い時間から来てよかった。素敵な年越し、お正月が迎えられそう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録していただけたら嬉しいです。あんちゃんの初日の出の様子はまた次の動画で。それでは。
またね。バイバーイ。